ル対決シエとタカル復活シエとタカで第4弾になります。4弾なんや。やってきましたよ今まで5年目でまだ4回しかやってない。結構やってる気がしてたわ。シゲタカコンビ対ケイゴフリック対決やりましたよ、はい、このシリーズかね、うん、1000円のボール対ちゃんとした俺が普段使ってるボール、うん、広島で、うん、やりました。同じボールやけど空気圧ゼロ、はい、ペコペコのボールと俺らちゃんとした空気圧それも広島やった、負けた、うん、負けたら赤いやろそれは。で3回目に関しては小細工なしでマジでガチ行こうって言って最後俺らが両方立ってるから負けた。今回だけは勝ち。これ勝ったら終わりだ。もう終わりした。最終章、まあ、最終章勝ったら最終章です。今回ケイゴ左足限定。おお俺は普通です。負けたら俺もう蹴るのやめるわ。俺もう左で蹴ってくれ逆に、うん、キックの飯関係ないなってやろ、うんうん、こっちの、うん、何でもあり。これで負けたらもう次回ケイゴ目隠し。これで負けたらもうサッカーやらん。じゃあ俺とシゲはいつも通りのやつでやるけど、まあ、ちょっとさすがにあれやからハンデでケイゴはもう左足1点取ったら終わり。なるほど。俺とシゲは1点ずつ取れば終わり。え、だから高井君2点取ってたんじゃない？2点取ってたんじゃない？じゃあ俺が決めるまでは終わんないわ。おいおいおい俺結構あるぞ。悔しいやからな。確かに。いや俺らはな、チンタラしてたらやられますよってことでしょ。あ、いいじゃん。そう。いやいやいや、ラッキーパンチあるぞ。いやもう今シーズンめっちゃ調子悪いです、いろんな意味で。いやでもこの前さ、あのクロス4人のやつ1やコメント欄見た。でもケイゴ2点とも人の泥棒。そういう競技やから嗅覚やな。ということで、はい、マジで視聴者には申し訳ない。最終節です、すいません。それいきましょう。これもう真ん中でいいでしょ。ここで俺決めた瞬間終わりそうよ。じゃあ本日アシスタントに伊賀崎選手に決まってる。アシスタント壁役、壁を動かす役。あ、分かってください。ビーッひどい。これ携帯だったらひどい。あれ、素材地の大会でなんか疲れすぎて腰痛くなっちゃうみたいな感じ。弱いい回転してたけどね。ちょっとずつ俺の相手は当たってる。これ今日終わる。パッチいや優しい。やばい。いやでも一人でさ連続して蹴れるじゃん。調整できるよね。いやしね、そんなこと言っちゃうの。はい。はい。弁慶の金玉の辺やと思う。もう一人ずつ蹴ってるやん。ラッキーのマラカナさん。え、おわお、ちょっと今。今あった。ちょっと惜しかった。今あったら。だいぶ蹴り方可愛かったけどな。やるや左の。と、おわ、ハスキーバー。海外のゴールキーパーみたいな。確かに。やっぱ調子いいですよ、ドルジ。やばい。うわー。おっすめ。意外といい。これ連続で蹴った方がいい。どうしよう。意識だからちょっと良くなってきてる気がするわ。やばやばやばマジでやばい。今思い返せばなんか俺だけ調子悪いってなってるけど君3位ですよね。勝手になんぼじゃん。あんま変わんないよね。でもちょっと体重乗ってきてる。山の子そうそう。フィニッシュどういう意味だあれ。
ピーッ回転確かに回るいい回転してるわ。すごいね、英語さすがに。おっやばい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 。今手伸びる。いないね、今の。うまい。あおスピード乗ってないな、今日。別にこれ決められても俺は別にここで決めれば同点ですから、もう余裕持ってます。痛い、足首痛いやつや。こぼれあるんでか。こぼれないよね。ないですよ。ないですよ。こぼれないです。うまい。うまい。めちゃくちゃ惜しかった。今もうここやった。顔の位置だったら入ってる。そういう表現できるね。そうやな。やばい。高重対敬語、何がいいかコメント欄でお待ちしておりますので。でも基本的に振り切ったら本気でやったら負けません。めちゃくちゃ上手かった。でもその1球前、あっち飛んできたよ。縦蹴ろうとしたらやっぱ当たんわ。縦むずいよ。左足で。いや無理やろ。逆足の差で返ってんの相当難しいよ。無理やろ。無理やな。俺無理や。ということで、第5回もやれたらやります。こちらはやりたくありません。あっしゃー、あっしゃー。